お取り寄せスイーパーズ。やっていこうよ、うん、バリ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 と、バリ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 と言ってさ、うん、自分から言った方がいいよ、バリバリっていうの。お、そうだね、言ってごらん。ビンビンっていこうよ。すごいね、いいね、ビンビンでね、やっていきましょうか。やっていきましょう。今日はどんな階段届いてますか。今日は僕が読みます。下から。下からテーブル映ってないから、怖いの。そう、別に映ってないから、ここら辺で大丈夫。下からやんなくていいの。じゃあ行こうと思います。仕切り直すから。元気に元気に元気にね。それでは早速今回のお取り寄せ会談をいただいてまいりましょう。ベロリンちゃん、Kさんからのお取り寄せ会談です。はじめまして。いつも楽しく拝見させていただいております。僕が小学生低学年の時で、場所や状況はかなり曖昧なのですが、身内が体験した話です。神奈川県厚木市の山にあるキャンプ場として管理されていない河原でキャンプをしていました。私、兄、父、いとこの長男の男4人でキャンプをし、夜も更けたので一つのテントで寝ることにしました。河原とはいえ夏なので暑苦しく寝つけませんでした。するといとこが目覚めて、暑いから網戸にするねとテントの入り口の布を開けました。しかしその場で動かなくなったいとこは何も言わずに布をまた閉じたのです。その一連の行動を見ていた私と父は、網戸にしなくていいのかと尋ねると、いや、いいと言っていとこは寝てしまいました。翌朝、昨夜のいとこの行動が気になった父が、そういえば夜に網戸にしようとしてまた閉じたけど、あれどうしたんだと話を聞くと、いとこは、あの時は怖くて何も言えなかったけどさ、布を開けたらテントの2メートル先ら辺でフードをかぶった女の子が立ってこっちを見てたんだよというのです。確かに気味が悪いなと。そしてテントや荷物を片付けて車に積み込み、じゃあ帰りは昨日とは別の道で帰るかと父が言うので、遠回りをして帰りました。しかし山道を登っていくと、道路脇に何か看板が立っていました。どういう文章かは曖昧ですが、ここで女の子が亡くなっていますといった内容のもので、その看板の下にはジュースやお菓子、子供の靴、花が添えられていました。もしかしてここで一人で亡くなって寂しい女の子が楽しそうにキャンプをしている家族が気になって見に来たのかなと思いました。その場に居合わせた私とその女の子を見たいとこの話でした。はい。なんかね、悲しいお話というかね。うん、まあ事故で亡くなったんだろうけど、そのやっぱ道路に置いてあるということは、うん、まあ、そこで家族を探してたりとか、うん、お父さんとお母さんいるかなとかって言ったと思うとね、なんか一緒に探してあげたくなるよね。うん、まだ現世に未練っていうか、そういう思いがあって、ちゃんと成仏できない女の子なのかもしれないよね。自分が気づいてないとかね、死んでるかどうか分かってないのかもしれない。不幽霊っていうのは自分が亡くなってることに気づいていない霊なわけだから、うん、そうね、ずっと探してるのかもしれないよね。なんか当時のままの服なのかもしれんし、うん、パーカーとかね、着てですね、まあ、実際その看板とお供え物を見てる。そうね、うん、まあ、看板とかでもさ、あるじゃない、怖い看板とかで、うん、まあその警察庁が認めた看板とかの知ってる、そういう幽霊を喚起する看板とかあるんだって。へぇ、どっかにそういうのがあるらしい。長野にもあります。長野かな。へぇ、マジ。そう、警察が認めた幽霊とかいるんだって。へぇ、あまりにもそこで起こるから、あまりにもこう連絡とか来るから、一緒だもんね。実際ほら、あの長寿城跡行った時もさ、うん、警察官の人が体験してたりしたよ、うん、そうね、そうだよね。そういう意味でもやっぱ、うん、で、あのツイッターでなんかリプライかなんかでいただいたので、うん、八王子県警が一番そういう例とか見てるんだって、警察の中で、うん、っていうのも多いからってこと、心霊。そうだと思うよ、やっぱり、ね、ただね、この前こういう悪い例じゃないケースとかも、うん、話聞いたんだけど、うん、飲んでる時に、うん、それこそペトもいたんだけど、あのその子自体がそもそもかなり霊感がある子なんだけど、もともとあった子で、うん、まあ、仏眼ってあるじゃん、あのよく親指のに目があるの、うん、でそこに
怪我をしてから一切見なくなったの。仏眼に縦に線が入るように怪我したんだって、うん、そっから全く見えなくなったらしい。でそれが見えてる よくその霊とか見えてる時に、うん、まあ家で一人でお留守番してたらしいんだけど、うん、でお昼寝したらしいんだよね、うん、親とか待ちながら、うん、そしたらまあ夢の中で、まあ、カツ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 ってその自分家のマンションの廊下を歩いてる音がして、で、まあ、ピンポーンって来て、うん、なんかでも親がいないから出れないなって夢の中でもなんか思ってて、そしたらどん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 って叩かれるらしいの。で怖くなって声見に行ったらピエロがいたらしいんだよね。ピエロ、そう、めちゃくちゃそのピエロが怖くてガタガタ震えてたらパッと起きたと。で怖かったと思ってたらもうすぐにカツ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 音が聞こえてきて、さっきと同じ状況みたいな、夢と同じ、またピーンポーンってくるんだって、うん、うん、と思う、うん、あ、思って、うん、で、見たらなんか普通のサラリーマンの人なんだって、うん、たださっきのピエロが怖くて出れなかったらしいのよ、うん、さっきと全く同じ状況で、もしかしたら、うん、吐いて出てたら、うん、何か起こされてたかもしれないっていう、夢が教えてくれた、夢がそのもしかしたらいい霊が教えてくれたとか、うん、なんかそういうことがあったみたいな、だから悪い霊だけじゃないんで、決して、うん、そうだね、そうなんだよね。だからここで見た霊っていうのは俺なんかその悪い、やっぱり心もなんかあったかくなったというか、悲しい気持ちになったから、うん、ね、うん、教えていただいて、そこなんか代わりにね、なんか右玉がまたお菓子とあげて一緒に会話してあげてさ、ああそうだね、うん、話聞けたらいいのね、うん、いやもういつかちょっと機会があればね、そういう女の子、ね、詳細の場所とかね、そうもしあればね、うん、まあ、単純に手動画にするとかじゃなくて手合わせに、うん、うんうん、まあ、覚えてないって言ってるから、まあ、そうだよ ね、 厚木も広いからね、山もあるし、キャンプ場でもなかったって言ってたもんね、うん、それこういう悲しいさ、うん、気持ちになるわけだよ、うん、第三者第四者から聞いてもこう、悲しい気持ちになるわけだから、うん、相当やっぱり家族は悲しいし、だからさ、ね、俺たちも一回さ、心霊スポットで山道行ったらさ、うん、ドリフトとかやってる、ああ危なかった時あったじゃん。そうだね。だからそういうことがあるから、本当に山道とかでそういう遊びをしてほしくないし、うん、 ね、その人だって一生償わなきゃいけないわけで、うん、何かあってからで遅い、遅い、うん、車本当安全運転にシートベルト、高速の速度とかちゃんと守ってしっかりと運転してほしいと、うん、眠い時はもう無理して運転しないでさ、しない、もう寝る、うん、眠い時は路肩に止めて寝る、それで、うん、ね、約束遅刻して怒られたっていいじゃない、別に、うん、自分のために寝る、そう、そうだからペトもね、一回そう過ち犯してるから、やってないねん、お前本当に気をつけなきゃいけないから、マジで一発もないねん、俺キンキンやねん、免許、これほろ酔いだから大丈夫ですよじゃないんだよ、やってないで、お前アウトすぎるやん、これで誰か信じたらどうすんねん、ストロングはやべえですけど、ほろ酔いはジュースやとかで、ほろ酔いはダメです、ほろ酔いはいいですじゃないのよ、やってないから、で 3% 3% だから、ベロベロやんけ、ほろ酔いでどんだけ生かされてんねん、俺すげえ弱、ベロ酔いしてるやん、ハピクルサワーじゃないのよ、ハピクルサワーでそんなんなるかも、美味しいもんね、美味しいけど、美味しいからね、分かってるよそれは、ほんと気をつけましょう、気をつけましょう、そう、ほんとですよね、ほんとね、悲しい話だから、うんうん、そうね、あ、まあそういう例もいる、間違いなくいると思うね、うん、うん、なんか俺らにこう危害を加えるだけじゃないね、Kさんですね、うん、とても素敵な、怪談話ですね、ありがとうございました、ありがとうございました、ね、はい、ステッカーと色紙をね、いらなかったらいらないって言ってください、本当に、はい、はい、本当に気使わなくて言ってくれていい、はい、はい、じゃあ以上、お取り寄せスイーパーズでした、ベロリンティア、またのご来店お待ちしてます。オカルトスイーパーズは視聴者の皆様からの怪談を募集しています。 Twitter の DM または概要欄に記載してあるメールアドレスに送ってください。 Twitter とインスタのフォローもお願いします。チャンネル登録高評価もお頼み申す。それでは明日もペロリンチョ。